おかえりなさい、お兄さん。じゃあ、ね、今お名前は？トワです。どうしたんですか、今日？今日は骨折したかもしれへん。出た、出たよ。小学生ぶりぐらいやな、これ。人生何回目や。そう、中学生か。7回目ぐらいじゃん。したかもしれんの。ていうかさ、待って、爪切ってって言うたやん。うん、入れよ。いつも学校してくるやん。うん、さその時はめっちゃ痛いねん。けどさ、もうしばらく経ったらさ、動かさんかったら特に痛くないのよ。うん、っていうのが普通やん、骨折とかって。だからみんなから見たらさ、うん、骨折したかもしれんって。いや別に痛がってないやんって思うかもしれんけどさ、うん、なった時は死ぬかと思ったぐらい痛かったから。見して。あんまり中指立てたくないから、反対の指とか合わせてパーして、パーパーパーして。あー、だいぶ腫れとるな。ここがぶとっちゃなったやろ。ぶとっちゃで、色もちょっと紫やねんよ。はぁ、何しとってそんななった。これ実は体育で急に先生がバスケやるとか言い出して、はあ、今までやってなかったのに最後の授業やからって言って。最後の授業やったん、体育の？そう、うん、バスケは苦手やねん、多分球技の中で言うと、うん、結構苦手な方やねん、うん、とりあえず何したらいいか分からず、まあ、ボールに必死追いかけとってんけど。ほんまは何やった？ほんまは卓球。ならんやん、絶対。絶対もうおとなしく卓球しとけばならんかった。ああ、先生が気を利かしてバスケにしてくれたんや。ほんなら俺バスケ不得意やって、で、まあ、とりあえずボールを必死に追いかけてたと。その投げた子が相手チームのボール持っとって、うん、その子仲いい子やねん、席横の子やねん、うん、遠くに投げたこの敵の、だからその子の味方に投げたやつを、パスをもう近距離俺が手出したん、目の前に守って、それでここ投げようとしたやつをパマンやった時に、うん、中指にだけパーンってボールいってもらってで、うん、これ一本の接触やから、うん、ボールそんな動かんわけよ、うん、ここ当たったらさすがにボールずれるけど、一、うん、本やからもうボールの力の方が圧倒的に強いから、指がパッコーンやなってみんな気づかへんねん。でもみんな気づかへんねん。指反対向いたってこと？そう。なんかこうやってさ、ボールがさバッコーンってなったらボールも動くから、だからボールカットやん、うん、パスカットして、うん、みんな気づくけど、うん、ここだから誰も気づかんわけよ。もうバーンって、いや当たった、ボールの軌道が変わってないからな。そうそう、別に当たったとも思ってないね、みんな。で、一人で怪我しとんの。あんたさ、どんくさすぎひん。だから、仲いい友達しか知らん。最悪、やらかしましたか。でも俺悪くないよな。一生懸命やった結果やもん。どんくさいね。ほんまに恥ずかしい。そんな、なん、手、手見してん、パーしてん。ほら、女の子みたいな手しとうやん。指細いもんな。細い。ちょっと一回さ、それさ、うん、病院行く前にりゅうちゃんに見てもらおう。病院行った方がいいかどうか。でもなんか骨折経験者として実際指4回ぐらい骨折しとるやん。俺小学校の時から全部崩壊したら、はい、全部4回ぐらいし、はい、そうです。なんか骨折癖みたいにするじゃん、多分突き指の延長線に骨折があると思うんだけど、ひどいな。めっちゃ適当に言うとうやろ。骨折打撲骨え、ちゃうわ、突き指、打撲、骨折の順番や、うん、日々骨折や。で、俺これさ打撲やと思うねん、うん、自分でも、うん、骨折れてないかもしれんけど、なんかそのいつもの共通点としては、うん、こうやった時にここは動かない、ここは、まあ、骨折の確率は高いけど、日々とかな曲がらんくなんねん、これ、うん、自分でこうやってやってるもう曲がらへんねん。曲がらんくなんねんって、うん、マジックみたいに言わんといてくれる。やばない。色が変わっとったり、腫れ上がっとったりしたら、うん、先生に病院行ってねってそう言われたんやけど、うん、まあまあ見事になっとったから、うん、見事になっとった、まあ、おめでとうって感じ。おめでとう、おめでとう、ありがとう。動画一本できた。通報が違う。でも痛くないんやろ、骨折やったら指曲げられ、ま、曲げられへんって言わへん。だから曲がられへん、ここから。そこまでは曲がっとるやん。でもさすがにこれ、ここはだってさ、あ、そこは曲がるの、こうやって、こうやって曲がらなさ、それやったらここも折れとうし、ここも折れとうことになるやん。こうやって、この先っちょとか、うん、この指の先っちょとか叩かれんねん、これ、うん、コンコンコンって。それ多分、こうちょっとの振動で痛かったら、こう、こうやってひどい骨折とか、レントゲン取ったら、あ、ちょっと割れてますね。変態やな。な、おない、ちょっと割れてますね、おない。めっちゃ中途半端じゃない。なんかどうせやったらもっと割れとってもいいのに。あんたは全部中途半端やねん。なんかもうちょっと割れとってもいいのに、なんかほんまにちょっとしか割れてない。うん、え、まあいいんちゃう。バキッとこう複雑骨折いって手術せなあかんとかではないから、不幸中の幸いなんじゃない。でもこうやって比べたら分かるよな。見て、後ろに比べたら見て、あった時太さが違う、全然。あんちゃん何しとった今。見とったで。あんちゃん。あんちゃんです。りゅうちゃん、なんで、もう熱ある、眠いじゃん。どうした、返したよ、はい、おー、バスケ経験者や。指が怪我して、バスケでさ、で、一旦りゅうちゃん診察室に見に来た。どうも。あ、中指内出血してるね。痛い。じゃあ大丈夫だと、折れてるとかないと思う。脱臼じゃない、いいっすね。折れてない病院行かんで、あ、絶対行かんくて。あー、これ打撲してますね、ちょっと。
痛いですか、湿布貼っときますかぐらいだと思う。え、大丈夫、全然問題ないですよ。もうほら、握れてる時点で折れてはいないからね。こんな感じで4回指骨折して、やめて、恥ずかしい恥ずかしい、動画にしたら恥ずかしすぎる内容。全然大丈夫ですよ。これ最後まで曲がってるよ。そう、もう多分折れてたら、もうここら辺で痛い痛い痛いってなると思う。で、日々でどうしよう、わからん、今までの骨折でそこまで腫れたことないか分からん。そこまで大きい日々の腫れたとして、吐いたこともあるし、骨折もしたことあるけど、そこまで腫れたことがない。それ過去一腫れてる気する。いつもと同じ。嫌なのと一緒ぐらい。いや、例えば、なんか、骨折してますとしても、固定しかできんわけよ。チップと固定以外の処置がないわけよ。一歩意味よ。釣り打ったら動画にならない。一応病院行こうかって言うて来てんけど、行って安心はできるよ。じゃあ安心しに行こうか。曲がっとったら大丈夫やと思うんだよ。いや、個人的にはこれ曲がらへん。だから曲げんな。曲げんな。はい、行こう。さあ、俺がこれでここでラブテープでぐるぐるしとくの。でかいわ。とりあえず大丈夫そうだと思うけどね。ほんま、指の先から叩いてみ。トントンと同じこと言った。まあ、ちょっと心配か、行ってくるわ。人生の先輩たちにね。折れてたらドンマイ。もう俺とったらしょうがない。折れてなかったら折りに行こう。分かった、これやらせどうか連れててくれる。動画にしたら恥ずかしすぎる内容。行く意味よね。はじめまして、息子を連れてきました。はい、息子隣にお座りください。マジでさ、どうした？息子から報告があります。いや、ママも一緒に。はい、私からも報告がございます。すみません。はい、すみませんでした。すみませんでした。何した？何した？そうしすぎ？手にヒビが入りました。何して？針引かんから、せっかく骨折してない年やったのに。はい、最後の最後に、はい、最後の役は彼が持っていきました。はい、そしていいですね。はい、親子ともども手が使えません。あ、なるほど。はい、撮影に支障をいたします。あ、わかりました。大変申し訳ございません。わかりました。あ、じゃあ手を使う撮影はダメと。はい、大掃除もダメと。そうでございます。分かりました。本当に申し訳ございません。全治何ヶ月？2週間は。まあ、2週間日々やから骨折じゃない、まあ、ちょっとピッて入っとって、その日々が埋まるのに2週間はかかるから、また来週も来てくださいと言われてます。ギブスできない指。そう、ただ安静に。それからこの動画を撮る前にリュウちゃんと漬けに、これを指どう思うと聞きに行きました。どう思うってだけな。なんかこれ骨折しようかな、こっち始まりますっていうのを聞いただけやねんけど、めっちゃボロクソ言われて、の動画に撮っております。なんかまずあ、じゃあもう大丈夫、そんな病院行かんでいい、病院行くレベルちゃうで、行ったら恥ずかしいでって言われて、まだ言われて、うん、頭に来てんな。私も頭に来てん。まあまあそう、絶対病院行ったるねんと思う。彼らはいつもそういう、そう、そういう感じですね。はい、いつもそうや。あの、きちんと笑ってもたわ。普通に笑ってもたわ。1本がやった。1本がやった。めっちゃちょっとやから。ちゃうで、あのりゅうちゃんがピッてやった時に1匹って言ったかもしれない。あ、それ誰か来たね。あれ、酒は来た。動画終わった。終わってない。が出るんですね、動画が。あ、出してください。あ、こっちでは出るんですか。こっちですよ。あ、了解です。はい、彼はもうファッションの関係しか出しませんので。あ、了解です。わかりました。こちらでどうぞ。はい、それの代わりに、はい、お掃除も何もできないよと。そうです。わかりました。あの、使いようのない親子でございますので、よろしくお願いします。わかりました。はい、寒いね、どうしよう。お大事に。何やってんの。違うよ、俺は悪くないよ。悪くないよ。俺は悪くない。急にバスケをさせる先生が悪い。だってほんまは卓球。でよ。ほんまはギリギリ鳴らす大谷選手ぐらいの卓球を投げれるんやろ。違うよ。最後の授業別れてバスケしたら、もうこうよ。もうこうよ。もう、バスケなんかするからやん、先生。卓球正しくしとけば何もやってない。指の骨折は多分、よかったやん。5回目ぐらい。入院がどうのってさ、もうこうメインで言いよったからさ。やめてよ、フラグは。言いよったよ、フラグ。だからなんか怒るんちゃうかって。はい、回収してたんで。回収してきました。はい、最後の役を。
結構トントンして触っても痛くないって言ってたから、うん、リュウちゃんって言ったら痛くない。うちの家族は全員痛みに強いね。なんか、なった瞬間は良かった、ほんまに。だって俺どうかなって言うもん、みんな、うん、言うな。ございました。はい、くん大事にって思ったら、グッドボタン、思ったらグッドボタン、高評価お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、できてるできてる。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。何入れるか分かりませんが、バイバイ。